皆さんこんにちは。私は洗顔料を専門に日々研究をしています。なぜしっかり洗顔料を泡立てることが重要かというと、たっぷりの泡で洗顔することで肌を傷つけにくくなったり、古い角質や汚れを取り除く効果が高まるからです。ここはしっかり手をかけたいところですね。まず洗顔料の適量を確認し、その量を手に取ります。少量の水を足して、指先でペーストを崩していきます。10秒ほど続けましょう。そしたらまた水を足して、今度は空気を巻き込むようにくるくる泡立てていきます。10秒ほど続けます。最後にもう一度水を足して、泡の表面を撫でるように混ぜて仕上げに入ります。手についた泡を手のひらに集めたら泡立ての完了です。